死神、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、おそらくは口裂け鹿島と思われる怪異から襲われた後からですね。これでようやく一安心か。まさか噂みたいに追ってこねえだろうな。あ、そうか、それも怖いよな。ダイモンのおっさんから電話だ。シャオは携帯電話で話し始めた。マナー違反だが、客は自分たちだけだ。運転手には多めに見てもらおう。ダイモンのおっさんと渡辺が、やっと保健室に着いたそうだ。こいつは学園行きだ。ちょうどいい。一度戻って合流しようぜ。病院行きたかったな。なんかあったのかな、病院。この江原学園。この江原学園でございます。遺恨とかありそうだよな。やがてバスはこの江原学園前に到着した。よし、戻るか。なんかこの辺とかなんかあってそうだね。校門前の歩道から校舎に向かって点字ブロックが敷かれている。最近ではこういったブロックを設置する施設が多くなってきた。この手の配慮はさすが名門校といったところか。ブロック付近のへこみに何か落ちている。遺恨。これも配慮か？不気味な刃を入手した。よし。これは？鉄柵のついたレンガ作りの立派な正門だ。その姿は学校の歴史を感じさせる。70年だもんな。門の名板には、この江原学園と書かれている。俺の高校の門はもっとしょぼいぜ。全く比較になんねえくらいに。うちもだ。それが普通なんだよ。お待ちなさい。は？またお前かよ。校門の近くの階から現れたのは先ほどの少年だった。階下屋敷先生、どうやら階と遭遇したようですね。僕の左目には見えてますよ。あなたの腕に残る霊の痕跡が。霊の痕跡とは鹿島から受けた呪いのことだろう。奇妙な言い回しはともかく、少年に何かが見えているのは確かだ。生き残ったことは称賛しましょう。しかし、奇跡は続くとは限らない。今一度忠告します。手を引きなさい。おいてめえ。つまんねえ殴りつけやがって。どういうつもりだ、こら。お黙りなさい、ゲロ。名高い怪異科の女子が、君のような不良とは嘆かわしい。知性。霊覚、品性の足りない君など、いわば虫けらと同然の存在。お前なぁ。すべての暴力の前にはなぁ、そういうのは無力なんだぞ。突然少年の酔いに満ちた顔がこわばった。おい、どうした？あれのことを口にしてしまった。もぞもぞと動く無数の足。接触状の体。ああ、なんたらおぞましさよ。なあ、君。もしかして虫が嫌いなのか？先生、僕の前でその言葉は禁句です。すまない。取り乱して失礼。君らいいペアになるんじゃないか？虫嫌いと心霊嫌いで。ところで先生、副生徒会長の鬼怒川いずこへ。え？戻ってきたんじゃないの？彼女とは途中で別れたよ。寮へ帰った。おや、それはおかしいな。バスから降りる彼女を目撃したのですから。学校へ入っていきましたよ。は？学校だと？みちほの様子は普通ではなかった。何か嫌な予感がする。良いですか？屋敷先生。死人の恐怖はあなたの想像を上回る。僕の警告をお忘れなきよう。あなた自身と周囲の人間のためにもね。それではさようなら。少年は足早に去っていった。あ、名前を聞いておくべきだったか。さっさと戻っちゃうか。なんだよ。誰が虫けらだ、舐めやがって。あのすかした面ぶん殴ってやりて。もうそれもそれでいいんじゃないかな。見てみたいな、ぶん殴ってる。保健室ではダイモンと萌えが待っていた。遅れてすまなかったね、屋敷くん。
こっからは僕も調査に。大丈夫か、ダイモン。大丈夫か。何、僕の不健康はいつものことだ。気にしなくていい。今更手を引けなんで野暮を言うなよ。死人が許せないのは君だけじゃない。そうそう、私も悔しいんだから。でさ、調査はどこまで進んでる？なってきたよ、とりあえず。ダイモンたちにこれまでの調査で得た情報を伝えた。うん、口先鹿島か。懐かしいな、懐かしい。あ、なんか一時期流行ったって言ってたな。懐かしい名前が出てきたね。5年前随分話題になったと聞いてるよ。何か知ってることはあるか？いや、詳しいことはさっぱりだ。僕は学校になる前の話だから。けど坂本先生なら何か知ってるかもな。彼女はこの学校は長いからね。あの人が言ってくれるかな。でももうこんな時間だよ。帰ってるんじゃないの？いや、仕事があるのか、まだ残ってる。さっき、教務室で見かけたよ。坂本か。彼女は自分に好意を持っていない。素直に話してくれるだろうか。なあ、直さん。鹿島のことを仲松のやつに調べてもらうってのはどうだ？あいつ館で待ってんだろ？こき使ってやろうじゃねえか。なるほど。それも一つの手だ。なるほどじゃないんだよ。エータならネットで有意義な情報を見つけてくれるかもしれない。ネットがなければあいついらんな。出発前に電話を入れておこう。保健室の会話から九条館にいるエータに連絡することができます。ほう。ダイモンちゃんはとりあえず置いとくか。保健室の固定電話の受話器を取り、九条館の電話番号を押した。もしもし、エータだけど。もしかして屋敷さん？ああ、待たせたな。ちょっと連絡遅いって。スリの巡回も飽きたしさ、帰ろうかと思ってたとこだよ、もう。怒ってるエータをなだめ、調査の情報共を伝えた。へえ、苦労してるみたいじゃん。そこで僕の出番というわけかい？何を調べればいいんだい？話を聞こう。夜の九条館って不気味だよね。古い建物だし、無駄に広いからさ、いかにも何か出そうじゃない。実際いたからな。メリーとか。慣れれば気にならないさ。そうかい？僕としては慣れちゃう前に事件を解決してほしいんだけど。もう、そんなんだったら手伝わなくていいよ。話題振る、鹿島。エータ、口先鹿島を調べてくれ。はいはい、ちょっと待っておくれ。ざっと調べてみたよ。オカルト板の H 市階段すれに口先鹿島のことが書かれてた。あ、オカルト版？オカ版？オカルト版なのかな？板なのかな？昔話題になってたのマジらしい。何か新しい情報あったか？書き込みは屋敷さんに聞いた噂と同じさ。ただ鹿島の噂の元になった生徒のことが書いてある。嘘か本当かわかんないけどね。ソース元も曖昧らしさ。それでもいい、教えてくれ。藤崎鹿島は誰なんだ？5年前に自殺したこの江原学園の女子、鹿島玲って子だ。この江原学園いろいろありすぎだろ。残念ながら自殺の原因までは書いていなかったけどね。その女子生徒が生前の恨みで口先鹿島となったのならば、鹿島霊の恨みを調べなければならない。金賞を聞いてもしゃあない気もするけどな。エータ、何かの大会で金賞を取ったこの江原学園の生徒がいないか調べてくれ。これは絶対校長に聞いた方がいいと思うんだけどな。最近に絞らなくていい。数年前でも構わない。はいはい、ちょっと待っておくれ。よし、引っかかった。けどヒットしたのは一人だけだ。びっくりするほど少ないね。ああ、進学校だからか知らないが、部活動に気合を入れていないらしい。それで、それは誰なんだ？5年前、真鍋めぐみって生徒が美術コンクールで金賞を取ってる。その子がどうかしたのかい？次、会員に狙われるのはその人物かもしれないんだ。でも5年前の生徒ってもう残ってないだろう。連絡を取れるといいんだが、住所や電話番号がわからないか。わかるわけないだろう。それは難しいね。なんといっても個人情報だし。とはいえ、金賞の候補がわかっただけでも同じだ。ひとまず、金賞の正体は真鍋だと
考えて調査を進めよう。これ聞いとく？5年前 H 市のコンクールで金賞を取った美術部の生徒だ。軽く調べたけどそれ以上の情報は見つからなかったよ。だろうな。カシマレ、カシマはその子の幽霊って噂だ。それ以上の情報はないよ。ネットだって万能じゃないんだ。じゃあお前はいらないな。まあでもこの辺、ここか、ここの情報が得られただけマシか。それじゃあまたね。カシマかもしれない、カシマレ、金賞かもしれない真壁めぐみ、どちらも5年前の生徒だ。情報を集めるのは難しいだろう。だがこの学校に長い坂本なら何かを知っているかもしれない。教えてくれるわけねえよ、あの人。絶対教えてくんないよ。新しい霊具、取引しとっか。わら人形と交換すんのどうなのそれ。まあ、とりあえず、上から変えとっか。よし。はい。ありがとうよ。頑張ってね。はい、ありがとうよ。じゃあ、教務室行くか。教務室。教務室には坂本だけは残っていた。彼女の机には書類が積み重なっている。どうやら残業中らしい。お疲れ様です。また幽霊調査ですか、屋敷先生。ここで心霊現象は起きてませんよ。一体何の用です？坂本先生、あなたに聞きたいことがある。私は残業で忙しいんです。ご覧の通り、仕事の邪魔ですから出て行ってください。待ってくれ、人の命がかかってるんだ。また犠牲者が出る、堀越のように。あ、言ってないんだよね。堀越さんですか？あなたが彼女を調べていた。その日彼女は消えてしまった。まさかそれが幽霊の仕業とでも？ああ、トイレの花子に殺されたんだ。校長には黙っていると指示されたが、調査のためだ、やむを得ない。屋敷先生、絶対信じてくれねえぞこの人。私は幽霊など信じていません。あなたの言うことも信じない。だからあなたを教師にするという校長の思いつきに反対しました。今もその考えは変わっていません。あなたの経歴、能力、外見、いずれも当校にふさわしくない。だろうな。あら、自覚はしてるんですね。正直に言いましょう。私はあなたの存在が不愉快です。坂本は明確にそう言い切った。やはり協力を求めるのは難しい。しかし、人の命がかかっているという言葉を無視することはできません。これは私の考えや工学とは、関係ない。人としての道徳の話です。教師は生徒の模範となる行動をしなければなりません。協力してくれるのか？ええ、不本意ながら。人にそのさ、あの不愉快感をぶつけるのはさ、人としてゆ、あの良い行為なのかお前。模範となるのかそれは。それで私に何を聞きたいんです？話を聞く。私から話したいことは、ああ、少し気になったんだが、その組飾りと腕時計、ウサギがモチーフだよな。やっぱりウサギが好きなのか？ウサギが大好きなのかか。どんな聞き出し方よ。それは、プライベートの質問には答えませんよ。いや、何、懐かしい気分になっただけだ。死んだ妹がウサギ好きでな、それだけだよ。腕だけしか残ってなかったんだよな、妹。そうですか。鹿島、5年前話題になった幽霊ですね。詳しい事情は知りません。興味がありませんでしたから。真鍋、坂本先生、真鍋めぐみを知らないと。5年前美術コンクールで金賞を取ったこの学校の卒業生だ。ん？坂本先生、よくは覚えていません。何分5年前の話なので。坂本の顔がこわばるのを見逃さなかった。何かを隠しているようだ。しかし言うつもりはないらしい。なんだろうな、なんか巻き込まれた系なのかな。口先鹿島は5年前に自殺した鹿島霊だと言われている。ええ、そんな噂が流れましたね。不謹慎なことです、ないかわしい。その噂を詳しく知りたい。鹿島霊に何があったんだ？
すいませんが、もう忘れました。忘れるわけないだろう。自殺した人のこと忘れることないだろう。まともな大人は子供の噂する怪談などは興味を持たないものです。いや、そっちの話じゃないじゃん。生徒が自殺した話をさ、噂話と一緒にしないでしょ。もういいよ。屋敷先生、口裂け鹿島のことを知りたいなら当時の学校新聞を読めばいいかと。あ、なんか熱心に調べてたって言ってたな。学校新聞？我が校の新聞部が校内の噂を集め記事としてまとめたものです。新聞は、図書館の特別書庫に保管されていますよ。ありがとう。坂本に礼を言い、教務室を後にした。全然言ってなかったな、ここな。お、綺麗だね。坂本の話によれば、ここに5年前の学校新聞があるそうだ。口先鹿島に関する噂が書いてあるかもしれない。探してみよう。特別書庫？どこ？図書室の貸し出しカウンターだ。整理されていて気になるものは特にない。図書室で使ったことないんだよな。本に囲まれてると眠くなっちまう。よく寝れそうだな、お前は。ガラスのついた木製の書庫がある。この書庫には、校外持ち出し禁止の特別な本が保管されているようだ。そのうちの一冊の背表紙には、近衛原学園学校新聞とあった。目的のものだ。早速確認しよう。中には学校新聞の原版が発行中に閉じられていた。鹿島の噂があったのは5年前だ。その頃の新聞を見てみよう。それらしい記事は2つあった。どちらの記事を読もうか。まあ両方読むんだけど、慶城の死は死者の、報復か。あ、復讐か。3年生の慶城って。正門の前で消えたという、彼女が消える前目撃した人物が語っている。形状の体から多数のハサミが突き出ていた。生きていたようには思えない。警察は勇気ある目撃者の証言を黙殺し、単なる行方不明だと捜査している。これでは真実にたどり着けないだろう。いや、だって、あれでしょ、結婚すらも残ってないってなるとさ、警察としてもそれを真に受けて調べるっていうのも、きつくないか。形状は死の直前、S レーンへ向かったという。先日自殺した。ここはあれなんだな。隠さないんだな。鹿島の墓を参ったという。慶城は生前鹿島と仲が悪かった。なのに墓を参ったのは、彼女にそれを勧めた教師の機嫌を取るためだと思われる。もし鹿島の怨念が存在するなら、そんな慶城の考えは見透かされていただろう。そして、生前の復讐を遂げただろう。慶城の死体の消失も、彫像的な殺人方法も、人ならざる者の仕業と考えれば筋が通る。慶城は鹿島の、怨念に殺されたに違いない。これ学校新聞に掲載してよ。よく怒られなかったな。この記事の内容は重要に思える。我が無断拝借するとしよう。S城の失踪も死者の仕業？ご存知の読者諸子もいると思うが、3年生の S 城が、行方不明になっている。すでに捜索願いが提出され、警察が動き出した。S 城が最後に目撃されたのは体育館前だ。まるで何かに追われているかのように、何度も後ろを振り向きつつ走っていたそうだ。彼女は体育館の中へと逃げ込んだ。そしてそのままで二度と出てくることはなかった。警察の手で体育館内はくまなく調べられたが、彼女の痕跡は何も見つからなかった。それはそうだろう。見つかるわけがない。S 城を殺したのは鹿島の怨念なのだ。さればこそ、慶城の時と同じく S 城の死体は、この世から消失してしまったのだ。心ない読者にはデマが流れているように見えよう。デマを流しているように見えよう。だが、相談源泉にはしっかりとした根拠がある。慶城と S 城の事件には多くの共通点が存在するのだ。二人とも3年生の女子、鹿島も同じ。二人とも美術部に所属、鹿島も美術部。二人とも生前の鹿島とは仲が悪かった。二人とも S レーンの鹿島の墓を参った後に死亡。自殺した鹿島が口裂け鹿島となり、生前の復讐を果たしているのかもしれない。鹿島の霊園はそう呼ばれている、幽霊はそう呼ばれているそうだ。
口先女のハサミからの連想だと思われる。こちらの記事の内容も重要だ。悪いが無断拝借するとしよう。学校新聞のファイルを書庫へ戻す。うんざりするほど不謹慎な記事だ。無邪気な悪意に満ちている。だが真実に迫る意志は本物に見えた。信じてみてもいいかもしれない。おーん、え、これ戻ったらいいのかな。あ、違う。じゃあもう一回あれか、坂本に一回話聞いてみるか。じゃあ次回それやっていきましょう。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。